はい、ミサトオーソリッチファームのお兄さんです。おーちゃんです。はい、今日やっていきたいのはこちらなんですよ。おー、見たことあるよ。はい、こちら、はい、皆さんも知ってる方はいるんじゃないですか。はい、はい、はい、こちらハリーポッター映画でおなじみの百味ビーンズ。はい、はい、はい、こちらの方ね、入手できましたので二人で食べていきたいと思います。味のさ、ラインナップがさ、はい、上がるんですけど、見ましたよ。鼻くそ味、はい、まあね、出てきたよね。耳垢味、うん、黒胡椒はまだ料理だと思います。まあまだ食材だからね。はい、なんとゲロ味、うん、嫌ですね。なんだね、これね。石鹸味、はい、ミミズ味、そう、何、衝撃のミミズ味。いや、腐った卵味、うん、誰が食ったんだよって話。どうやって作ってるのかなって思っちゃうね。いや、恐ろしい、ね、なかなか恐ろしいですけれども、半分ぐらいいますそう。はい、はい、こちらの方、ちょっとね、2人で食べて本当にそんな感じの味がするのか、はい、検証していきたいと思います。クイタン、これちなみに食べたことあります？ないです。あ、ないの？ないです。私あるんですよ。私もなんかでも覚えてないんですよ。あ、じゃあ楽しみですね、リアクションが。うん、はい、どれからいく？え、なんかミミズとシナモンとチェリーって分かりにくいね。分かんないね。うん、分かんない。これはマシュマロなのかな、この2つは。そうですね、それだね。行ってみるか。あ、オッケー。マシュマロ味を食します。絶対美味しいでしょ。いきます、マシュマロ味いただきます。うん、お、マシュマロだ。すごいね。うん、ジェリービーンズでマシュマロが再現できるの、すごいな。うん、うんうん、美味しい。いや、こんだけマシュマロが再現されてるとさ、うん、やばいフレーバーが再現度高そうで怖いんだけど。ですね、さっきから目についてしょうがないこの鮮やかな緑色、草味なんでしょうけど。いきます。いきましょう。はい、あ、同じリアクション。うん、なんか最初えって感じだけど、うん、わかる。すごく草、カラッパの匂い。うん、あ、する。あの、はい、なんか公園の、そう、草、カラッパ買った広場の、そうそう、匂いがする。そう、えぐ。じゃあ石鹸行くか。え、行きましょう。はい、いや、気持ち悪いな。いただきます。酒食べもないな。うん、マジだ。うん、あ、マジだ、やべえ。食べたくない。あ、やばい、うん、ハンドソープ口の中に入れられた中学時代。うん、そんな、やばい、やばいいじめがあったの。いや、ここまで石鹸味を再現してるとさ、後味のこの悪さ、あの石鹸を、あ、なんか ね、 ね、シャンプーやった時に間違って口に入っちゃった感。口すすぎたい、もう一回。きめー、あ、なんか気持ち悪い、ここらへん、うん、あー、ちょっと口直しにさ、口直しね、ちょっと美味しいの食べよう。これはちなみにブルーベリーです。あー、美味しそう、宝石のようですね。はい、いただきます。いただきます。これよ、うん、うん、うめえ、うん、でもすごい再現度、ブルーベリーの酸味もある、すごい、うん、口直しになったでしょうか。なりました。まだミミズ味が残ってる。ミミズいく？いや、どれ？で、シナモンとミミズとさ、チェリーがさ、わかんない。でもミミズはなんか濃い、ちょっと濁ってる、透明感がない。ない、これ、それかな。まあまあ、赤を食べてみるか。じゃあ、これとこれ、これとこれ、はいはい、これはきっと同じ味でしょう。はい、はい、あ、ミミズかな、ミミズかな。はい、食べます。いただきます。何味だろうね。ミミズなんじゃないか。何これ。ダメだ、うん、やば。いや、もう明らかにシナモンとチェリーではない。水ですね。なんか二十数年生きてきたけど、食ったことないような味がさ。
私ちょっとジャーキーかなって思う。ビーフジャーキーがなんか微妙に甘くてぬるくてあ、じゃあミミズってそんな味するの？ビーンズになっちゃダメです、ジャーキーははい、いや残りのラインナップもやばいんだ。これ食べたい。あ、これこれとこれでこうよ。いい、オッケー。黒胡椒、はいはい、なんか石みたいな見た目あ、すごい、うん、辛い。ちゃんと胡椒、うん、舌に辛さがね来る。これはこれで美味しいね。本当？さっきの味とかよりはいいんですけど。まだまだ食いもんだからね。うん、そうだね。まだ強敵がね、残ってるんですよ。残ってますよ、いっぱい。いっぱいあるね。選ぶ権利を与えよう。オッケー。じゃあ私は口直しを選ぶ。逃げちゃって。ね。じゃあ駄菓子。行きましょう。いただきます。はい。ピンク。かわいいですね。あ、でも綿飴っぽい。この綿飴を口の中で溶かして飲み込む瞬間の味がしました。ああ、わかる、うん、くれた人には悪いが吐き気がついてるあ、と言いながら守りにする。まあ草の同類で、まあ、土っていうのがありまして、土はなんか土土ってどうでなの。これ黄色、あ、茶黄色じゃなくて茶色、茶色。あ、本当？うん、じゃあ土いきましょうか。はい、土コーヒー豆みたい。うん、いただきます。土、うん、土じゃん。すごいね。なんか幼稚園とかで、あの、お芋掘り、わかるわかるわかる、芋掘り行ってみんなで掘ってる時の匂いというか、うん、する。マジで土を口の中に入れてるみたい。あ、すごい。土の残りからすごい。やばいな。ここ水飲んで泥水に変わってる。ソーセージ味になるものがありますか。え、これマシュマロじゃない。あ、そっかそっか。ちょっと濁ったやつ。え、わかんない。ゲロばっかだな。ドラゴンボールみたいね。うん、なんかドラゴンボールに出てきた。うん、あれ、ソーセージなくない？まさか全部のフレーバーが入ってるとは限らないってやつ。かも。やばいね。口の中は土の味が残ってる。あ、全部出ちゃった。うん。うんうん。口直し行きましょう。レモンキャンデー。レモンキャンデー。うん。それにしよう。はい、まともな。はい。レモンキャンデーだよな。うん。黄色はそうだ。だよね。いただきます。黄色。いや。え？これバナナだ。んうん、これバナナだと思う。レモンキャンデー？レモンキャンデー多分これ。それバナナじゃない？うん、どう？レモンではない。いや、バナナかな。うん、この濃い緑を食べたの。まだ食べてない。濃い緑はスイカかなっていう話だっけ。青リンゴはなんか透き通ってんだよね。いや、でもあんまり当てにならん。じゃあこの濃いやつ食べてみようか。行くか。行こう。はい。いっぱいある。はい、こちら。青リンゴな気が、なんかグリーンピースみたいだね。いただきます。いただきます。スイカだ。うん。私のやつ青リンゴ。うそ。なんかね。うん。スイカバーの味がする。へえ。腐った卵って食べた。出ない。あれ？なんかちょっと違う気がする。それニンニクか。これニンニクか。うん。あ、これだ。これだ。よし。きめ。やだね。皆さん。一番嫌かもしれない。さあ、卵。はい。食べたことありませんよね。匂いはしないな。うん。違うのかな。ね。え、なんかうまいんだよ。うん。お口直しシリーズに入るんじゃない。入りますね。腐ってんのに。え。耳垢。もうあと耳垢とゲロだけじゃない？あとないソーセージ味。うん。ソーセージ味ないな。入ってない。よし。はい。耳垢はゲロ。
ゲロ。ゲロは見つけやすい。もうそこら辺いっぱいある。はい、姫、ドラゴンボールみたいだな。はい、いただきます。はい、ゲロ。はい、ゲロりましょう。あ。うん。うーん。ああ、キモ。なんか飲むまで、あやばって思った瞬間に、これはトマトジュース、これはトマトジュースって言い聞かせて飲み込みました。やばい。ちょっと。なんか、うん、ガブジュワすごい。ちょっとムドミに食って終わりにしよう。え、終わりにするの？え、まあ食べたい？耳垢行ってみる？耳垢探そうぜ。これかな？あ、なんか白いやつだよね。耳垢？こっちじゃない？この2つかな。うん、これ耳垢かな。これとこれかな。手見よう。色は綺麗だと同じ色に見えない気がする。まあいいか。いただきます。いただきます。え、美味しくない。あ、俺が食ったのはマシュマロ味ですね。飲めなかった。あ、耳垢が口にこびりついてるらしいですよ。水ねえし。耳垢食べない方がいいよ、ポイント。ほんと？うん。そんなまずい。まずい。ゲロ。ゲロとワンツーぐらい。マジか。水がないならやめた方がいいです。耳垢ってこれ？それ。これ？それ、それ、それ。ちょっと薄い黄色。綺麗な色。いただきます。え、行くの？入れないよ。やばいな。飲みてみて。頑張れ。まあ、なんか、あ、美味しい味で笑しようか。決め、決め。ブルーベリー。私はじゃあ、砂糖菓子味に。ポイタンが駆け込んでしまいました、トイレに。じゃあまだ食べてない砂糖漬け果物味いただきます。あー、やばいですねこれ。お疲れ様です。あ、砂糖漬け果物美味しいよ。有名な。いや、これこれ砂糖漬け果物。いただきます。水大事で。あー、美味しい。うん、本当だ。でしょ。あ、これがレモンキャンデーだ。いただきます。もう美味しい味しか食べたくない。うん。カムカムレモンだ。まあ、ソーセージではないのか。そうだね。ゲロとはちょっと違う。え、でもなんかこういうゲロに見えていくのは来た。あの、色は同じなんですよ。赤が入ってないだけで。ちょっとやめとこうか。あ、でもあった。本当だ。じゃあ二人で行くか。怖い。はい。ゲロはソーセージ。うん。ソーセージであることを願って。行きます。行きます。ゲロだった。